肛門とは消化管の出口のこと。解剖学的には直腸の体外への開口部。肛門活躍筋によって制御される。人などにおいては尻にある。消化管は動物において餌を体外から取り入れ、そこで消化吸収するためのものであり、体外から取り入れる入り口は必須である。他方、出口はなければならないものではない。 四方動物や変形動物では出口がない毛農場の消化管を持ち必要があれば口から排泄する。しかしながらそれ以外の大部分の動物では口とは別に肛門がある。発生学的には幻聴排気に毛農場の幻聴を生じその後に反対側にもう一つの開口を生じて消化管ができる。この時 最初にできる開口である腹口は口になるものと肛門になるものがあり、前者を急行動物、後者を進行動物という、積作動物全体では口よりも肛門の方が先に形成される進行動物である。これは発生的に腹口が肛門になる動物のことである。肛門は消化管を通って消化吸収された餌の残りを排出するのが本来の機能であるが、 体外に開く大きな開口であるから、それ以外の機能を持つものが多い。脊椎動物や節足動物では腎臓などの排出器からの尿の出口でもあり、相排泄口と呼ばれる。また、脊椎動物の多くでは生殖口を兼ねる。また、ヤゴやナマコでは水を吸い込んで呼吸を行う。表面は粘膜で覆われ、その外側に内肛門活躍筋。 外肛門活躍筋がある。内肛門活躍筋は、くず意筋で、自らの意志では動かせず、常に閉まる状態にある。外肛門活躍筋は、随意筋で、自らの意志で動かせ、排泄等の場合になどする。周囲には、静脈層と呼ばれる静脈が集まる部分がある。人は、直立二足歩行のため、身体の下部に位置する。 この部分はうっ血しやすく、しばしば地の原因となる。直腸と皮膚の境目になる部分には、四条線と呼ばれるギザギザの線がある。進化の流れをたどると、脊椎動物の基本的な形としては、消化管の末端であるだけでなく、腎臓からの排出系の出口でもあり、また生殖孔を兼ねた、総排出口という形をとっているのが大部分である。哺乳類はこれらが分かれて肛門は、 消化管の出口の意味だけを持つようになっている。人の肛門は、伝部の間、鋭の後方に位置している。肛門に関連した疾病としては、字や肛門創養症、肛門癌がある。何らかの理由により、肛門を切除した場合は、人工肛門が用いられる。ありがとうございます。